フランス北部の構造図上のアルモリカ3階。ヘルシニア、作り山運動機に生じた3階は、オリーブ色の部分ウとトルイはアルモリカ3階。または、アルモリカ3地は、フランス北西部に広がる3階。ブルターニュ、ノルマンディ西部とペードラ・ロアール地域圏にまたがる。アルモリカという名は、ロアール川とセーヌ川の間のガリア人支配地域に、 あったアルモリカという古い地名に由来する。三階は編成岩とひなり岩からなっており、これらはバリスカン、作り山運動時代とカドミアン増山運動時代に編成された。三階は白亜紀にビスケ湾が明けた時に隆起した。イベリア半島のカンタブリア山脈とアルモリカ三階はビスケ湾の隆起した両肩にあたる部分であった。アルモリカ3階の古いは 大地に似た、純平原として形成された。標高の最高地点は、マイエンヌ県のアバロアール山である。山海の西部は、ブルターニュ半島にあり、アレサ山地となっている。新元世代の最中、アルモリカ山海の古い部分が、ゴンドワナ大陸の北限で形成された。古世代には、アルモリカ山海は、大陸の断片の一部であり、おそらくそれには、傍ー山脈。 シュバルツバルト、さらに東のボヘミア山地で見つかった岩層が、含まれていた。オルドビスキカ、シルルキのある時に、ゴンドワナ大陸の北限でアルモリカが隆起し、北進し、ヘルシニア、作り山運動機に、ラウルシア大陸と衝突した。3階の最古の岩は、カドミア、作り山運動機に変形され変成させられた、ブリオベリア巨大層の原生代の沈殿物である。 これらは、後期古生代のの沈殿物によって横たえられた。そして全体に連続して歪み、変成が起こった。ヘルシニア、作り山運動機には、無色鉱物のマグマによって貫入された。3階は、後期ヘルシニア、作り山運動機に起こった2度の、南東から北西への衝突した、先端地帯によって3分割された。この三分割で、単純に、北部、 中央、南部、アルモリカと呼ばれた。一般的に北部は南部よりヘルシニア、つくり山運動機の変形が少ない。南部はヘルシニア、つくり山運動機の核の一部とみなされ、ドイツ南部を呼び、中央のモルダニューブ地帯と比較される。ヘルシニア、つくり山運動機構機の加工岩部分は南部先端地帯に沿って押し付けられた。アルモリカ三海北部は貫入した岩が、 より少ない一方、ブルターニュ北西部にあるレオン地方は、貫入があるため、例外となっている。ありがとうございます。